イボ・バン・ホーベイ・ボ・バン・ホーベは、ベルギー・アントウェル・ペン州出身のオランダの演出家、トネール・フループ・アムステルダム芸術監督。代表作に、シェイクスピア原作の、ローマ悲劇集、ジャジャウマ・ナラシ、トニー・クシュナー作、エンジェルス・イン・アメリカ、イングマール、ベルイマニ映画の舞台版、叫びと、囁き、リハーサルの後で、ある結婚の風景、ペルソナ、ジョン・カサベデス映画の舞台化、 ハズバンズ、オープニングナイトなどがある。2014年にパリオデオンザで上演したアーサー・ミラー作、端からの眺めは、15年ロンドンのヤングビッグにも招かれて絶賛され、ローレンス・オリビエ賞、最優秀演出賞を受賞。終演後、リンカーンセンターでも上演されて、ブロードウェイデビューを飾り、限定上演ながら、トニー賞再演演劇作品賞、演出賞ほか、 五部門の候補となり、第七十回、トニー賞、演劇演出賞を受賞。続いて2016年3月より、ペンウィッショー、キアラン、ハインズ、シアーシャローナン主演で同じくミラー作、ルツボを演出し、同じく、トニー賞の再演演劇作品賞、主演女優賞など四部門候補となるなど、話題作を連発している。2016年コメディフランセーズの依頼で、 ルキノ・ビスコンティの地獄に落ちた勇者どもの舞台化、レッドネオ、夏のアビニョン演劇祭で初演し、秋より本家で公演する。一方、オペラ演出家としても、異彩を放ち、2008年アムステルダムで、フランツ・シュレーカー作曲、宝探し、2012年リヨンで、王の和志式、マクベス、2013年ベルリン・コーミッシェ・オーパーで、チャイコフスキーの、マゼッパ、 モネ劇場とパリオペラ座共同制作で皇帝ティートの慈悲。2014年、マドリードテアトロレアルで、チャールズ・オリネン作曲のオペラ版、ブロークバック・マウンテン初演を手掛けて、話題となった、公演 TV 収録され DVD、ブルーレイ化。2017年6月には、アムステルダムのオランダ化劇場にて、ダニエレ・ガッティ式、サロメを新演出する。ありがとうございます。